こんにちは、森崎アリスです。はい、今日は、映画、クイメの公開記念の動画を撮っております。イェーイ！10分15分くらいでできる簡単クイメメイクをしたいなと思ってはいたんですけれども、ちょっとね、どういう感じになるかがまだ全然本当に予想がつかないので、で、私のですね、まあ、動画ご存知の通り、練習せず一発撮りで、どこまでできるかっていう、どこまでグロく、どこまでリアルにできるかっていう、コンセプト的なものでやってるので、今日も、練習せず、思うがままにメイクをしてみました。ということで、皆さん、ぜひ見てみてください。どうぞ！白のフェイスペイントどっか行ったので、普通の、ペイント、使っていきたいと思います。普通のペイント使っていきたいと思います。はい、まず用意するものはこちらです。全体的にクイメさんはですね、真っ白なので、ちょっとこれを、まず前髪上げて、これ、今日は多分、ちゃんとメイク用の服着てるので大丈夫なんですけど、これつけます。どうなってんだ？今どうやってるかわかんない。おお。フェイスペイントがね、どっか行ったんだよね。こういう時にあのフェイスペイント必要なのにさ、マジショックだよ。コンシーラーは結構濃いめに塗った方がいいかもしれん。眉つぶしになるので、眉毛はこう生えてるじゃないですか。なのでこっちに入れていくように入れていってください。そうするとこっちに入っていくので色が目立たなくなります。生え際と逆方向をね、こうやって入れていく感じにしますね。そしてまたお粉を、テリーン、これです。これはですね、赤のリキッドラテックスと、赤のリキッドラテックスと、あとですね、黒のアイシャドウと紫のアイシャドウと、白のリキッドラテックスで、コットンだったりとかティッシュだったりをくっつけてるやつですね。それで作りました。はい、では、つけたいと思います。ここら辺を赤くしていきます。赤くしていきます。怖え。この状態でもだいぶ怖えよ。これで、そして、はい、アイシャドウの、紫を使いたいと思います。紫、メガシャキじゃないからね。はい、
な感じですね。多分ね、そんなに、はい、あとはですね、あとはですね、ここら辺の本当は、はい、ここら辺で、10分ぐらい経ちました。なので一旦この濃いめメイクはこんな感じで、あとはカツラをかぶってですね、あの目をつぶした感じに、目をつぶした感じにしていただきたいので、こっちでこういう感じでやってください。